ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうもこんにちは、世界的 VIP 遠泳です。こちら iPad なんでございますけれども、例えばですね、メモを取るときにどういう風にやってますかっていうお話で、僕スタイラスペンをよく使うんですよ。それこそ指で書くとなんか書きづらいっすよねっていうお話で、ペンで書くとものすごい実用性があっていいんでしょうね。あとですね、僕タブレットで動画編集とかをしてるんですけども、それどういう風にやってるかっていうと、指でちまちまやってるわけではなくて、スタイラスペンを使っています。タイムラインって細かいじゃないですか。そこ細かいところをスタイラスペンでこうやって操作してやってるんでございますね。そう、僕にとってスタイラスペンっていうのはなくてはならない相棒へとなりつつある今日この頃なんでございますけども、今回はですね、なんと提供いただきましたこちらでございます。シスクルのですね、高感度スタイラスペンということでいただきました。ありがとうございます。今回はですね、こちらを紹介していきたいと思います。せっかくなんでまず中身を開けていきましょう。まずね、付属品から紹介していきます。説明書、購入ありがとうございますのステッカー、ケーブル、ペンケース、そして本体でございます。こんな感じですね。すごくシンプルですよね。白っていうのがなんていうの、美しさを表してるなーっていう感じで、ここにロゴがねちょこんと入っております。こんな感じでございます。こちらですね、充電端子でございます。でちなみにライトニング端子になっております。というのもですね、まあ基本的によくあるスタイラスペンってマイクロ USB ケーブルで充電するものが多いと思うんですよ。で今回は iPad は iPhone 向けということで紹介させていただきたいんですけども、それどういうことかというと、iPhone と iPad って充電ってどんなケーブルでやりますかって言った時にライトニングケーブルですよね。ちなみにこれ変換アダプターがついてましたけど、こんな感じでライトニングケーブルで充電するんですよ。はい、こちら刺さりました。こんな感じで充電はライトニングケーブルなので、わざわざですねスタイラスペンのためにマイクロ USB ケーブル用意するっていう必要がございません。ここはですねいいですよね。ちょっと出先で作業をやりたいなってなった時に、うわーマイクロ USB ケーブルなんか忘れちゃったなとか、ちょっと邪魔だよねっていう人にとってもライトニングケーブル一つあれば充電することができると、ここは押さえておきたいポイントですよね。そしてまずね、注目していただきたいのはこちらペン先ですね。ものすごく細いんですけども、 1.45mm の極細の銅製のペンでございます。あのですね、使ったことある人わかると思うんですけども、こういったタブレットで物を書きたいなってなった時に、ものすごいなんか極太のペン先だと書きにくいんですよ。なんですけども、この細いペン先を使うことによって、まずですね、タブレットに書いてる時の字が見やすいっていうのを押さえておきたいポイントですね。あと細いので絵とか描く人ですよね、そういうのね大事だと思うんですよ。めちゃくちゃ使いやすいようになっております。はい、そしてですね、まあ当然ながらですね、 Bluetooth の接続は必要ございませんということですよ。 Bluetooth 接続で使うなんてもうめんどくさくてやってらんないでしょ。専用のアプリとかもいりません。ただスイッチを入れて使うだけ、シンプルですね。そして先ほども言いましたライトニングケーブルで充電することができると。でちなみにですね、これ省エネモードみたいなのがありまして、これどういうことかというと、5分間放置しますよと。例えば文字とか絵を描いてましたと、ちょっと休憩しようかなって5分間こういう風に置いてたとします。自動的に電源がオフになります。これはありがたい。まあもちろんね、メモだったり絵を描くのもいいんですけども、パズルゲームとかそういった細かい操作をするようなものでも十分ね性能を発揮してくれるということですね。ではですね、早速文字を書いていきたいと思うんですけども、電源はどうやって入れるのかっていうお話ですね。ちなみに目立ったスイッチはございません。ということはこれどういう風にやればいいんですかってお話なんですけども、ペン先ですね、ペン先を1秒間押し込むそうです。いきますよ。はい、そうするとですね、ここがですね光るようになっております。これでスイッチが入りましたよということですね。ちなみにオフにする場合はこれを5秒間押し込むと、そうするとオフになるということですね。なのでオンオフの切り替えはペン先を押し込むことによって変更することができるということですね。ではですね、早速なんか書いていきたいと思います。線でも引っ張ってみましょう。こんな感じで、わかります？すごくですね、ペン先についてくるような感じがねあって、すごく滑らかな感じで書くことができるので、非常に遅延を感じにくいですね。ペンとかでよくあるじゃないですか、なんか遅延があって、うわー書きづらいなこれみたいなあると思うんですけども、一切そんなことはなくてですね、こういった感じでサッサッサーって書いてもしっかり認識してくれてますね。こんな感じで問題ないかなと思います。例えば絵を描きたいなっていう方いらっしゃると思うんですけども、そういった時に何が一番の敵かっていうと、例えば丸を描きたいなってなった時に、あ途中でなんか途切れちゃったみたいな感じになると、とてもじゃないけど絵は描けませんよね。なんですけども、そんなこと一切なくて、いきますよ。
ちょっといびつな形になっちゃいましたけど、こんな感じですね。一切途切れることはありません。スピードを速めてもこんな感じです。はい、途切れることがなく精度が高いものを演出することができます。当然ながらメモを取るときにもしっかりですね活躍してくれるっていうところを押さえておきたいポイントですね。例えばじゃあ何か字を書いてみましょうかってなったときに、今日は暑いので、じゃあ今日は暑いって書きましょうか。今日は暑いと、まあ、こんな感じでですねしっかり書くことができます。ちょっと途切れちゃってるのはなんか僕の字の書き方がねちょっと途切れちゃうんですよ。鉛筆で書いてもね途切れちゃうんですよね。今日はこんな感じで、はい、しっかりですね書くことができます。で、まあ、太陽でもこんな感じで暑いよねと、はい、こんな感じでですねしっかりですね文字とか絵をですね書くことができるので、そこら辺はね安心して使っていただけるのじゃないかなという感じに思います。当然ながら様々な場面で活躍してくれるっていうことが想像できると思います。絵を書いたりメモを書く、ゲームをやったりする時にも使えますし、細かい文字だったり図形ですよね、あと画像編集などの時にも活躍してくれると思います。なのでとにかく人を選ばないっていうところですね。まあお子さんでも使えますし、普通にですね社会人の方でもちょっとメモ取りたいなっていう時にも使っていただけると思います。そしてですね、まあ iPad とか iPhone とかそうですけども、イラストアプリがものすごく充実していると思います。そういった時の相棒としてもいいんじゃないでしょうかね。そして幅広い互換性があるんですけども、ホームページ見てもらうとわかるんですけども、 iPad と iPhone に対応してますよっていう風に言っています。じゃあ Android だったり、例えば僕大好きな Amazon の Fire タブレットとか対応してないんですか、 Windows もタブレットありますよねみたいな感じで思われると思うんですけども、実際にですね試してみました。 Amazon の Fire タブレットと Android のスマートフォンですね、あと Windows タブレットもありますので一つずつ試してみたんですけども、問題なくですね書けました。でもホームページには Android、Windows、Fire タブレット互換性ありませんよって書いてあるんですけども、今回ねちょっと検証してみたんですけども、使うことができたんで、そこら辺はですね安心していただけるんじゃないかなという感じに思います。はい、そしてですねこちらのタッチペンなんですけども、2020年最新バージョンとなっております。素材はですねアルミニウムでできてるんで非常に軽くてですね持ちやすいですね。ちなみにですね充電が0から 100% になるまでだいたい 1.5 時間程度でマックスになるということですね。で連続使用時間としては、まあ、15時間ほど使えますよと、スタンバイ時間は30日ほどですよということですね。最近だとですねもう在宅ワークされてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。例えば資料にですねメモを書かなきゃいけないとかなった時に非常に活躍してくれるんじゃないかなという感じに思いました。当然ながらですねこういったケースもついているんでなくす心配もないですよね。はい、このようにですね入ります。でこれですねゴムがついてるんですけども、これどういう風に使うのかというと、こういったタブレットにですね挟み込みますと、はい、こんな感じですね。そうすることによって持ち運びにも便利ですよねという感じですね。いかがでしょうか。やっぱりですねタッチペンって少なからず、あれどこ行ったなくしたなっていうパターンあると思うんですけども、こういう風にですねタブレットと一体にしておくことによってもうなくす心配もないですよねという感じ。今までそうなんですけども、充電するときにこの上のところをパカって外すタイプのものって多くないですか。それで上の蓋がどっか行っちゃったみたいな感じになると思うんですけども、これはそんなことなくてですね、最初から蓋などないのでなくす心配もないですし、非常にいいんじゃないかなという感じに思いました。そんなこんなで今回ですねシスクルのタッチペン紹介しました。非常にですね遅延もなくてですね使いやすい、そしてデザインもむちゃくちゃかっこいい iPad、iPhone ユーザーにおすすめの一品じゃないかなという感じに思いました。お疲れ様でした。